はい、それでは続きまして、5番目の松阪地域定住自立圏強制ビジョンの改定と観光戦略の広域化について質問をさせていただきます。えー、新年度投資予算に定住自立圏構想推進事業費として47万円が計上されておりますが、これは松阪地域定住自立強制ビジョンの計画期間が31年度末で終了することから、 強制ビジョンを改定すするための経費・経常だと思われます定住自立権とは、人口の東京一極集中を抑制し、地方への人口の流れを創出するため、総務省が推進している施策であります。これまで各会派からの代表質問においても、人口減少問題や若者の就労対策については、さまざまな角度から議論が交わされました。 植松議員への答弁の中でも、竹上市長からは、若者が仕事の選択ができるという環境を整える必要があり、固まりがないと選択ができないというようなことを、えー、おっしゃっておりました。この、えー、考えがまさに、松阪地域定住自立権共生ビジョンの目的の一つではあるのかなと思った次第です。 そこで、この強制ビジョンの進捗管理はどのように行っているのか、また現在の検疫の現状や課題をどのように捉えているのかをお聞きします加藤企画振興部長、はい、あの定住事実権強制ビジョンの進捗管理、また、検疫の現状と課題というご質問を頂戴したところでございます。 平成27年10月に策定をいたしました、松坂地域定住事実権強制ビジョンでございますけれども、これは平成29年度に定住事実権推進要項の一部が改正をされまして、総務省からの通知に基づきまして、強制ビジョンの進捗管理を行うため、具体的取り組みに成果指標を設定をしているところでございます。 この成果指標の達成状況等を、一市三町の有識者や連携項目に関連する分野の関係者で構成をいたします、松坂地域定住事実権強制ビジョン懇談会に報告をいたしまして、具体的取り組みの成果を把握、検証する進捗管理を行っているところでございます。現状と課題につきましては 共生ビジョンを策定をしましてから3年4か月余りが経過をしておりますけれども、少子高齢化や人口減少は加速度的に進んでおり、特にこの県域人口は5年間で約6000人が減少しているという現状がございます。医師3町におきましても、それぞれの自治体におきまして人口減少対策に取り組んでおりますが、 定住事実権の枠組みにおきましても、人口定住に向けた取り組みを連携をしながら着実に進めてまいりたいと考えているところでございます。これまでに救急医療体制の確保はもちろんのこと、大規模災害を想定しました支援、あるいは受援に対する広域での体制づくり、県域の観光情報を発信するための情報誌の政策など、共生ビジョンに掲げる 17の連携項目、22の事業を展開をしてきたところでございます。県域の定住人口を維持するためには、地域産業の活性化が不可欠であると考えております。働く場の確保が、県域市町の共通課題であるとともに、若者の人口流出を抑制しながら、豊富にある地域資源、 観光資源を活用しまして、交流人口の増加を図っていく必要があると考えております。引き続き、1市3町が連携、協力をしまして、それぞれの地域が有する都市機能や資源などを活性化し、移住・定住し続けていただける圏域を目指していきたいと考えております。共生ビジョンの改定にあたりましては、現在、3町とは同じ連携項目で協定を締結をしておりますけれども、 各自治体が抱える課題は、その地域においてさまざまなものがあると考えております。時期計画の策定にあたりましては、課題解決に向けた新たな連携項目の模索など、平成31年度の共生ビジョン懇談会において、検討していきたいと考えておりまますす以上でごござざいいい議員はい、ありがとうございます。 1あの一市3町で5年間に6000人も減少というのは、えー、危機感を感じずにはいられない数字です、えー。それではこの中で、特に観光戦略の広域化についてお伺いしたいと思います。観光客にとっては、業界の境界線というのは関係ないことであります。そこで広域で入り込み数を増やすことが、その連携が大切だと感じます。 特に2020年の秋には、多気町に巨大なアクアイグニスという施設ができると聞いておりまして、これは名古屋ドーム26個分だそうです。また同じ頃大台町にもマリオットホテルができるということを聞いております。一方で、観光資源も郊外にたくさんありまして、自然と遊べるようなコンテンツ、 これを私も一部調べてみました。えー、飯高飯南には NPO 法人の i c エラさんがありますし大台町にも、えー、この自然と遊ぶツーリズムを展開していらっしゃるところもあります、えー、松阪市民にも体験してほしいと思うと同時に日本全国からたくさんの方が来ていただけるようにまた それに加えてインバウンドについても戦略を練ってほしいと感じていますえ先日三重県が主催のビジット・三重インバウンドセミナーに参加してまいりましたでこの中で、えー、と日本政府観光局の事務所長などがいらっしゃいましてホットな情報を聞きました、えー、特にシンガポールからの日本へのお客さんは個人旅 旅行客が9割も占めるということや8割以上がオンラインで、えー、旅行の手配をしているまたその訪れる地域方面はクラスターがものを言うということをお聞きしましたクラスターというのはこの場合松阪市の駅前、えー、街歩きをしましたでもその次は何なんですかということでまとまって、えー、観光情報を 発信していいいくとととうことになると思いますまた、中国の方は今や、現金や財布は持たないモバイル決済が主流であるということもお伺いしました。それでここで質問ですけれども、観光情報発信は今はどのように取り組んでいらっしゃるのか、また今後の新しい計画もあれば教えてください村林産業文化部長。 えっと今回の定住事実権の枠組みでございます一市三町松坂滝明和広大県域の観光連携事業推進協議会というのを組織しましてこの定住事実権のえっと事業に取り組んでおるところでございますその中でこの情報発信についてでございますが教育 教育会におきましては具体的には平成28年度に一市三町の観光マップや観光情報を一つのエリアとした独自の情報誌を作成しておりますこの主なターゲットといたしましては関西圏や中京圏からお越しの観光客としてお越しの観光客をターゲットといたしまして高速道路のサービスエリアや県内の宿泊施設などで情報発信の 情報紙の配布を行っておりましてこれまでの配布数は19万部を超えておるところでございますまたこの情報紙につきましては各市町のホームページにも掲載しているところでございますまた東京日本橋の三重テラスや大阪の商店街などでの観光プロモーションイベントを一市三町で連携して開催をし 情報を発信するとともに情報発信のスキルアップ等をテーマとして事業所や観光ガイド等の対象とした研修会を開催するなど定住実験での連携した取り組みを行っているところでございます以上でございます福島議員はい、わかりました、えー、19万部も発行してもらったという情報誌の 影響力は大きいのかなということが分かりました。もう1点、この地域の住民に地域のことを知ってもらうのにとても大切なことっていうのは、私たち自身が地域のことを知るということもあると思います。そうすれば、エリア内での交流でお金も回ることになります。例えば、一市3町の地域住民には、 観光施設やアウトドア体験、あるいは宿泊施設の割引制度など導入してはいかがかと思いますけれども、どうでしょうか村林産業文化部長。えただいま、あの議員の方からあ、施設の割引制度というのを作ったらどうかという提案をいただきました。えー、議員おせの通り の中での交流人口の増加というのはま県域の活性化にもつながることだと思っております一市三町の持つ観光資源はそれぞれ特徴とか魅力が異なるところがございますそれぞれその特徴とか魅力を生かしながら観光施設の利用促進につなげるよう ご提案いただきました、施設割引券の案内については、施設割引券の案につきましては、今後、教育会の中で研究課題としてまいりたいと考えております。以上でございます楠谷議員。それがぜひ実現してもらえますように、よろしくお願いいたします。それではこの質問は以上です。次に、6番目として、フルマラソン事業とスポーツツーリズムについてお伺いしたいと思います。 えー、お伊勢さんハーフマラソンという人気の大会があるのですけれどもこの参加者からもフルマラソンにししてほいいという要望も結構あるそうですそれで三重県で唯一のフルマラソンというのを松阪市でスタートすることになりまして三重県も応援してくれるようですから成功するようにまた長く継続していけるようにみんなで知恵を絞って 努力していいいかななけければいけないこととだなと私も痛感をしておりますこの代表質問の中でも、西口議員、それから浜口議員も質問をされましたけれども、私もずっと質問を続けてきておりますので、なるべく重複しないようにとは思いますけれども、また質問をさせていただきたいと思います。事業計画の方は 新年度の5月から実行委員会形式になり本格化するということですコースももうすぐ正式に発表になるようなのですけれどもスタートは河合町の倉木文化ホールか鈴の森のあたりフィニッシュは山下町の総合運動公園というふうに聞きましたもし雨が降った場合ですけれども開会式を倉木文化ホールの方でする予定なのかなと 思いますけれどもこれはとてもいい案だと思ってます。と言いますのは2月10日に津市のシティマラソンに私も参加をしましてこれはあのサオリーナで開会式表彰式などがございましたエアコンも効いておりましたし着替えも楽ちんでトイレも簡易トイレなしであの順番待ちもすることもなく非常に快適でさすが だと感じましたあの施設の差がありますのでそういったことをすべて同じようにはできないとは思いますけれどもスタートするまで、えー、そのランナーだけではなくて関係者の方ボランティアの方も含めて、えー、スタートまでは雨がしのげるというのはありがたいことだと思いますそしてまたフィニッシュの方ではハーフマラソンの経験を生かすことができるし広いスペースで ゴールのあと少しまあ休憩をできるというのは今までどおりいいのかなと思いますけれども最後のあの上り坂というのはどうしても <laughs> 気になっておりますなんとかならないのかなと、えー、そしてですね場所がスタートとフィニッシュ地点が2か所になるとボランティアの人も多く必要になってくるのではないかということ、えー、それから、えー、簡易トイレの設置でしたり まあ荷物も運ぶ必要も出てまいりますし、予算が膨らむのではないかと、どうしても考えてしまいます。えー、それでもし1箇所でえスタートもフィニッシュもする場合、そして今の計画が進んでいる2箇所に分ける場合と、どんなふうに違うのかなということを予算の面から少しご説明いただけたらと思います中田教育長。はい えー、フルマラソンのコース設定は、えー、全国的に見てみますと、大きく3つの、えー、コースに、えー、コース設定に分かれるかと思います。えー、1つは、えー、現在の松ガシティマラソンのコースのように、往復コースでございます。えー、2つ目には、えー、スタートしていろんな場所を経由して、えー、スタート会場と同じゴール会場に戻ってくる循環型のコース。また えー、スタートとゴールが離れている片道側のコース、まあ、こういう3種類のコースがあろうかなと思います。議員ご提案いただきました、その往復コースというのは、当然、えー、往路と復路が同じ道路であることから、えー、救護所の数、まあ、これも往復であの、箇所数が抑えられたり、あるいは規制にかかる警備員の配置や看板等の、えー まあ機器類、も、まあ、それが往路、袋で活用できるというメリットもあり、経費の面では、えー、他の2つのコース案より少なく済むと、そのよう,うに考えております。しかしながら、コースを設定したときに、やっぱり交通規制がかかります、交通規制がか,かかると、えー、そのかなりの時間を、その 行って帰ってて帰くる道の場合には、かなり時間、その地域の方にご迷惑をおかけする、まあ、そういったようなことが考えられます。えー、先ほど説明させていただきました、循環型コースと片道コースでは、救護所や給水所の数、交差点の数など、おおむね同じと考えられますが、片道コースでは、ランナーの手荷物をスタート地点からゴール地点まで運ぶ経費や、トイレや音響などの かえー、仮設設備がスタート会場とゴール会場ともに必要となり、えー、このような経費が他の2つのコースより多くなると考えられます。しかしながら、先ほどもご説明させていただいたように、片道コースはスタート会場から徐々にコース、えー、交通規制が解除されていくために、周辺住民の方々への影響は少なくなるという大きなメリットもございます。えー、コース設定につきましては 交通規制時間などさまざまな角度から検討する中で、市民の生活に一番影響が出にくい、そういう部分でどういう形のコースが一番いいのか、そう考えると、片道コースがという案が当然、推進、準備委員会の中でも、そういうご意見をいただいているところでございます。開催経費につきましては、市の財政的負担を十分考慮しながら、 え進めてまいりたいと考えております議員今、教育長からご答弁いただいた中で、私の聞き間違いかもしれませんけれども、あの往復のコースの提案は私は別にしておりませんので <laughs>、はいえーとまあ、市民生活に一番影響の出にくい片道コースが良いと。 お考えをいただいているということと、財政負担を考慮しながらまあ進めていくということで、まだまだこれからというふうに理解をさせていただきました、えー、それからあの日本陸連の公認コースを目指すというふうに聞いておりますけれども、これにはいろいろな条件がありまして、全工程の二分の1 2、えーと、フルマラソンだったら約21キロ以内の範囲で、 えとスタートとフィニッシュがなければいけないなどの条件がございますけれども、これでもその条件は満たしているということでよろしいんでしょうか。中田教育長あの、コースの案は、今、準備委員会において議論をしていただいて、多くの市民の方々にどういったコースがいいのか。まあ、あの を聞かかてていいたたただだきき、えー、準備委委員員会会ら実行にににななっとと決めていただくことになりますですので、えー、今現在コースとゴール地点の片道コースでどれだけ離れとるかというのは今後の議論になりますので、またそれは、えー、合致するかどうかはここではお答えすることはできません。ただ、えー、やっぱり1回目から、えー、その条件を満たすようなコースであればですね、 当然あの、コース認定を受けていきたい、またコース認定を受けていったほうがいいという準備委員会のお声とか、他のあのところからもお聞きをしております藤谷議員はい分かりました、その、えー、と公認コースを目指すということですけれども、その公認コースを取るということは、どんな意味があるのか、えー、この際、お伺いいたします。中田教育長はい えー、公認コースの記録は公の記録として当然個人のモチベーションを高めるとともに次のマラソンも頑張ろうとまあそういった、えー、気持ちになるものとだとさまざまなこうアンケートから、えー、私どもとも取つては調べさせていただきましたまた全国で行われるフルマラソンの中には公認記録まあ公認記録証の、えー、添付が必要な大会もあり他のま他のマラソンさん 他のマラソンへの参加資格を得るための、そういった利点もあろうかと考えますので、参加者の方々が走られているランナーのアンケートなんかを見てみますとです、ね、公認コースの方という希望もかなりありますし、参加者の獲得にもつながる、いわゆる個人のモチベーション、走る意義であったり、意味であったり、まあ、そういったものが公認 記録のの場合大きいかなと思っております、えー、ですでで第1回から、えー、公認記録のをコースとして、えー、していきたいなと、そのように考えております岸谷議員、はいあの。ターゲットが、マラソン大会のターゲットが、まあ、楽しみのために走るランナーということでしたら、まあ、公認コースはさほど必要でないとは思いますので、えー、先ほど教育長が、 あのご答弁いただいたように他の例えばマラソン大会に出るために公認の記録が必要であるというランナーのことも考えてということでしたらやはりそうやって出る方たちは自分の自己記録を更新したいと思って来てもらうと思うので是非、えー、早い良い記録の出るコース設定をお願いしたいとそのためにも、えー、早いコースがいいと思いますのでよろしくお願いします。えー、次に 日にちについて質問をしたいと思います、えー、当初10月から3月それから12月から3月が目処だったと思うんですけれども最近まあ、4月初旬も含めるというような拡大した日程調整となりました、えー、この理由をまあ簡潔に再度お聞きしてよろしいでしょうか中田教育長はい フルマラソンの開催日につきましては、浜口議員での代表質問のときにもお答えさせていただいたように、簡潔にということでございますので、なるべく選択肢の幅を広げる、さまざまな後発圏の強みを生かして、さまざまなところとこことバッティングしたらどうやとか、あるいはえ地域の行事がこういうのがあるのでどうやろうかというようなことも総合的に考えてえしていったときに、選択肢の幅が広がると。 そういうことで4月も入れさせていただいたます。そういうふうな観点で4月を加えさせていただきました。クスタ議員。はい。えっ、ー、とまあ今年も重なってしまうんですけれども3月ですと名古屋ウィメンズもシティマラソンと重なりますし、また今年に限って言えば初馬さんも同じ日になってしまいました。 でこれからこの初馬さん聞いた話では来年度からは、えー、3月の第2土曜日曜にも馬の日とかではなくて、えー、固定するというふうなことを聞いておりますので万一同じ日になったら、まあ、警備も手薄になってしまうし人も拡散あの分かれてしまうしというふうなことでもうその日には絶対しないでほしいというような要望を聞いているんですがこの点はいかがでしょうか 中田教育長当然、そういう部分もです、ね、考慮をさせていただきながら、ただあの、準備委員会で議論をしていただいた中では、多くの方に参加していただきやすいように、えー、また、えー、走るランナーにとって一番いいような状況を考えていく、まあ、そういったことから、今後、実行委員会の中で、えー、検討し,、えー、していきたいと考えておりま楠谷議員。 あの4月まで広げられたということは、まあ、選択肢が当然増えるんですが4月になるのかなとなんとなく思ってしまうわけです、えー、4月のマラソン大会といいますと日本ではハーフマラソンとしては一番人気のある、えー、と岐阜県の清流ハーフマラソンというのが今年で言えば4月28日の開催で4月の下旬です。えー、とまた 高速マラソンで人気のあるベルリンマラソンというのは9月ですけれども最高気温は16度から19度ということで松阪市の4月の中頃であっても17度から20度ぐらい、まあ、20度以上になるとかなり厳しいんですけれども、まあ、さほど変わらないのかなということで4月の中旬でもいけるかなというような気がします。とと言いますすののは4月の上旬ですと あの仕事の転勤のある方、まあ、特に教員の皆さんを含む公務員の皆さんなどはちょっとエントリーを躊躇してしまうのではないかなというふうに思う次第です、えー、そして真冬でボランティアの皆さんが、えー、走ってる人はまだいいですけれどもボランティアの方が非常に寒い思いをして えそのご協力いただいているっていうのは見ててつらいものがありますので、まあ、真冬よりもはそういった季節をご,協力ご考慮いただけたらありがたいかなと思います、えー、っとマラソンのことについては最後なんですけれどもその実行委員会形式になるということであの伊勢市のお伊勢さんマラソンっていうのは野口水木杯中日三重お伊勢さんマラソンということだそうですけれども 平成27年度からは市長の判断で観光の目線に変えようということになりまして教育委員会から産業観光部観光振興課の方に移したそしてまたそれから大変経済効果を出せるようになったと聞いております参加人数で言えば平成30年のこの前ですけれども大会は全部で 8643人の参加だったその中で県外からが3289人と38%にも上り非常に経済効果が上がったと聞きました視察に行ったところも含め全国的にもフルマラソンを実施している都市では産業部の方で事務局をやっているところが多いんですけれども 松坂市ではこれから実行委員会は事務局が今のままなのかどうかお尋ねしたいと思います中田教育長はい、えー。今までその準備委員会の中で、えー、このマラソンについていろいろこうコンセプトと議論をしていただきましたこれまでにないマラソン大会を開催して松坂市をプロモーションするとともに 松坂で新しいタイプの祭りを開催することで、松坂市民の一体感を醸成しつつ、走る、見る、支える、人々のスポーツの輪を広げるというようなコンセプトを議論をしていただきました。まあ、そういったことを考えていますと、えー、市教育委員会としては、つまりどの部局がです、ね、担当するということではなく、まあ、こういったコンセプトの状況を踏まえてですね、 えー、市長部局、教育委員会だけではなくて、ですね市長部局と、やっぱりこう、えー、市長部局のさまざまな部門や関係団体、関係企業など、やっぱり横の連携をしっかりと取っていくというところの中で、今、議員がご提案していただいたようなことも、ですね当然、解決を図っていけるのかなと、そのように考えています。また やっぱりマラソンを通して、当然教育委員会ですから、教育の視点であったり、生涯に学ぶということであったり、あるいは健康であったりと、やっぱりあのその視点も大切にしながら、えー、議員、えー、ご指摘いただいたように、えー、市の関係部局とです、ね、しっかりと連携、協力をしながら進めていきたいと考えています。栗谷議員。 このマラソン事業の成功というのが何をもって成功と言えるのかということにまあ関係もしてくると思いますけれども何度も申し上げているようにフルマラソン自体はあまり健康によくはないと思っておりますのでまあ自分へのチャレンジと捉えた方がいいかとは思います。もう一つのあの目的であるるこれれは市市長がよく言われる松坂市の発信と いうことでありますけれどもまあ、観光にもつなげたいということだと理解をしております、えー、それによりましてもマラソン事業に経済効果を期待するのは当然でありまあ、波及効果も含めてそれがないことには参加料以外に市民の税金も使ってやるわけですから、えー、通行止めや迂回路ばかりがあって交通渋滞が えー、たくさん起こっていると2年目からなかなか理解を得ることが難しくなってくるのではないかと思います、えー、そこでそのマラソンだけで観光すぐ効果を上げようと思うと難しい面もまあ,あるのではないかと思いますのでフルマラソンを含めたスポーツツーリズムというもう少し大きな枠で捉えてみてはいい,かとい,いのではないかということを提案したいと思います であのまた会派でなんですけれども静岡県の御殿場市にスポーツツーリズムの視察に行ってまいりましたでこの御殿場というところは富士山が非常に大きく見えますので、えー、強い観光資源がありますただそれだけで満足するのではなくて、えーま、周辺の市や町も含めてこれから来てもらう方を含めるあ増,増やすだけではなくて もともと来ていた人たちの回遊性を高める努力をしているということでしたそれで松阪市もスポーツツーリズムとしてスポーツとアウトドアで松阪に来てもらうことを増やす来てもらう人を増やすことはできるのかなと思うんですけれどもその一つが4月1日にオープンするスケートパークそしてこのフルマラソンそれから、えー、と市長もご参加 いただいていいてた国際ヨガでうのが6月にはあります <laughs> そして飯高の方にカヌーやボートサイクリングなどアウトドアスポーツもありますし松阪市民の枠を超えて参加者を増やしていくには総合的に考えてホームページパンフレットを作ってはどうかと思います。 で今申し上げた国際ヨガで重っていうのはまだ今年のまの、あ、6月にされるそうですけどまだ3回目ですけれども松阪市だけではなくて三重県中あるいは日本中から来てほしいということを視野に入れているそうですそしてスケートボードが好きな方はこういったスケートスポットを求めて日本中のみならず世界中を移動しているというふうにお聞きをしております。また 東京オリンピックの正式種目でもあるスケートボードですから、世界的に発信をして、フルマラソンも外国の方にも来てもらえるように、そんな風に考えていけたらと思います。まあ、例えばですけれども、フルマラソンを走った人が、えー、っと経練をするといけないので、すぐに車の運転というのは難しいかもしれませんけれども、家族と来ていたら、その家族の方の運転で、例えば、 飯高の温泉に行ってもらうとかご家族の方はサイクリングも楽しんでもらうとかそういった楽しみ方も提案していけるのではないかと思いますそして6月にヨガデーに来た人がその後で飯田のカヌーにチャレンジするというふうなこともできれば素晴らしいなと思いますで松阪市だけではなくこれは先ほどの質問でもあったんですけれどもその広域の連携で、えー ジャパンエコトラック宮川,川・河田峡ルートっていうのが大台町も含めた飯南・伊高の,の3つの道の駅を結んで自転車で回る70キロぐらいのルートですけれどもこういったこともありますので全てを含めたスポーツツーリズムということを、えー、少しお考えをいただけたらありがたいかなと思います。この点についいてはいかか。がでしょうか 中田教育長、はいえー、スポーツツーリズムの中で、特に私どもの方としては、フルマラソンであったり、教育との関わりの中で少しお答えをさせていただきます。えー、観光立国を目指す国の方におきまして、えー、観光立国推進本部というのが立ち上がり、その中でさまざまなこう議論がされました。当然その中のの中一節を少しご紹介させていただきますとと心身の健康と そして子どもの成長の観点から、極めてこのスポーツツーリズムの果たす役割は大きく、今後の町づくり、国づくりにしっかりと位置づけながら、明日への活力を育む原動力になるものと確信していると、そういうふうな発信がございます。当然、スポーツを通して、子どもたちがそれに関わることによって、変わっていく部分であったり、あるいは今回のマラソンの今、ちょっと試算もしていただいておりますけれども、経済効果である。そのの経済効果の中には 雇用であったりあるいは議員ご提案いただいたように松坂の魅力であるお肉を食べるとかあるいは他のところへ出向くとかさまざまなスポーツを通していくつかの、えー、うちの観光資源であったり松坂の有意義なところをこう結びつけていける、まあ、そういったあたりは当然あの教育委員会は苦手なところでございますけども観光部局とです、ね、しっかりと連携を取りながらまたそういうことも当然視野に入れて。 経済効果のの高いいいものをしててきたいなと思っています教育委員会としては、こういうスポーツツーリズムの、今ご提案いただきましたけれども、スポーツを通して子どもたちがさまざまな形で成長していく、それには多くの関係機関、あるいは松坂の教育資源、あるいは観光資源も含めた、ですねそういったものとの連携を通してなってくるんかなと、そういうふうに考えています。国際議員。 はい、あの積極的なご答弁をありがとうございました、えー、子どもたち、まあ、だけではなくてフルマラソンをはじめとするスポーツの力で松阪がさらに大人も含めて元気いっぱいの街になればいいなとこのように思いますありがとうございました、えー、これで6番目まで終わりまして次に7番目の質問に移らせていただきます、えー、7番目には松阪市の情報化社会への対応について という質問です情報化社会は私たちの生活において著しい変化をもたらしております。仕事面のみならず日常生活まで根本的に変わるような大きな変化が起こってきています。最近ではスマートフォンそれからタブレット端末などを用いて時差や空間的な距離を超えた新しいネットワーク社会が国内国外、に ともに生まれようとしております。この急激な情報化社会の変化に、松坂市はどのように対応していく。のか、お尋ねしたいと思います。あすみません。お願いします。加藤企画振興部長。 あのまあ議員ご指摘のように、最近ではスマートフォンとかタブレット端末を用いた、いろんなあまあ時間の差、空間的な距離の違いを超えた新しいねネットワークと、そういったもこともご指摘をいただきました、まあ、そういう社会の中で、マスター市としましては、情報化推進計画というものを2018年度、策定をいたしております。これに基づきまして えまあ予算事業としましては、情報化推進事業というものを挙げております。えー、この事業はです、ね、先ほど申し上げました、あ情報化推進計画に基づきまして、えー、ICT の視点による市民サービスの利便性の向上、あるいは行政事務の簡素化、あ合理化のほか、まあ、効率的かつ効果的,効果的な業務運営を目指した事業でございます。この情報化推進事業につきましては、 今年度は612万円千円の予算計上をさせていただいているわけでございますが、特に近年のです、ね、社会環境の変化に応じまして、この事業の中で、自治体総合アプリというものを導入していこうと、このように考えているところでございます。佐議員はい あの情報化推進事業費というのが前年度は71万4000円、ここから大きくアップして612万1000円ということで、えー、今お聞きしました、またこの予算の中で多くは自治体総合アプリの導入に関する経費ということを今お聞きをいたしました。ここの自治体総合アプリについいて詳しいことは、えー、私も 若いつもりですけれどもつもつりじゃなくて、実際に若い立花議員のほうがあの、まあ、より詳しいということで、後ほど関連質問としてお伺いをさせていただきます、えー。そして最後の質問ですけれども、床上浸水被害の対策についてお伺いしたいと思います。えっと、市長の基本的な考え方の中の安全安心な生活で総合薄い対策10カ年戦略事業として、 なこ屋川流域の床上浸水被害の解消と軽減に向けて、県と共同で稼働掘削工事に着手するとともに、愛宕川流域においては、雨水環境整備に向けた詳細設計に取り掛かりますと書いてもらってあります、また、総合計画の中でも床上浸水被害ゼロを目指すと、このようになっております。 中須川流域と熱護川流域の床上浸水被害対策は、どのようにして具体的な実施計画を取りまとめてきたのでしょうか、えー、県と共同して工事を実施することになった経緯なども含め、ご説明をお願いいたします。長長野建設部長、えー、松坂市内では これまでの河川改修事業や公共下水道事業などにより一定規模の降雨に対する治水安全度は確保されてきましたが局所的な集中豪雨に対してはさらなる期間と膨大な費用が必要となりまだまだ対策が追いついておらず一部の地域では家屋への浸水被害が常態化するといった課題が抱え ていますこうした現状を踏まえこれからも増加が見込まれる都市型洪水に対応できる対策が求められていることから平成27年12月知事と市長との一対一対談において床上浸水被害ゼロに向けた県と市との連携強化を呼びかけ平成28年1月20日 県と市の関係部局で構成する松阪地区浸水対策検討会を立ち上げました検討会におきましては近年頻発頻繁に浸水被害に見舞われている宮渡川、淀土土川、名越川、愛宕川の4河川流域について重点的な浸水対策に取り組むこととし4河川それぞれの氾濫特性の把握と 床上浸水被害ゼロに向けた検討を重ねてきたところでございます。検討の手法といたしましては、名古屋川流域、愛宕川流域につきましては、近年の被害が大きかった平成16年9月の台風21号を対象降雨とする浸水シミュレーションを行いまして、その成果として、えー、今年1月末には、 平成28年度からおおむね10年間を実施期間の目標とした浸水被害解消を軽減に向けた具体的な実施計画をまとめたものでございますそうした経緯を踏まえまして平成31年度から名古屋川流域においては名古屋川の河川掘削工場愛宕川流域においては公共下水道事業の雨水環境 整備に向けた詳細設計といった。工事及び実施計画を進めることになりました。工事実施に当たりましても、引き続き事業の進捗を図るために。さらに県と市との連携強化を図り。共同して事業を進めることとしております。楠谷議員。はい、ありがとうございます。あの代表質問、私も初めてのことでありまして。うまく。 できたかどうかわからないんですが、まあ、この後関連質問として立花議員の方から50分残してほしいと、これだけはうまくいったなと思っております。あのでは午後になると思います。けれども、後のことは関連質問ということで、立花議員の方から質問をさせていただきます。これで私からの質問は終わります。ありがとうございました。